レーダーハウス。今日の朝ごはんこちら。今ちょうどイチゴの季節なんでね。大きいかな。エレン誰これ。誰。分かったの？誰だ？どれどれエレン来い。わかったわかった。来い。エレン。ビビってる。いいからかわいいね走ってかわいいねちょっと幼稚園だほら普段レイラ逃げるだけだからそれあっかもしんないあらかわいいいいねすごい迫力もうドタドタ音するねかわいいやっつけられてほしいむしろちゃんとねねもっとやれよ今のうち教えておかないと本当にね、太いな。ね、太いよ。どういうかな。かわいいね。ちょっと幼稚園いいな。なんかめっちゃ幸せなんだけど。何これ。これ。いいで。ああね。すごいね。かわいいこと。かわいい。あらららららら。まさか男の子同士だからなのかな。ねえ。こうやって遊ぶのはいいものだよな。気合うのかな。うん、同じ月齢。同じ月齢じゃ兄弟だから。うん。いいね。うお。いい。いいね楽しそう。でもやっぱり全体にこう肘の入りはいいんだな。うーん。前肘が後ろにこういうふうに開かない。うん。これはみんな前胸がガーッと出てくるね。座った時すごく綺麗に。首下つが前。前足が伸びときにうーんと伸ばすと、今はなんかなまだな、そう、ね、アンバランスな感じ。あれも誰もそうじゃん。押すのが難しいんだよね。メスはそんなにこれ以上そんなに大きくなってかねえからな。綺麗だもん体が。うん、でもメスで性格きつく内向の方がむしろそんなにいないような気するんだけど。イーちゃんぐらいだよね。いやイーちゃんは本当特別だ。なんかみんなありとられてこの子はおもちゃだね。こっちはちょっと変えます。エレンボールちょうだい。エレンあれ、そういえばいい
あれさ、あれ静岡伊豆行くんだよ。5月、4月か。やらねえんだから行かないんだよ。エレン、またそうやって。エレン、やめ。エレン、何その顔。ほんと泣きもしないね。なんでそんな食べてんの、花粉症。いや、花粉症になるとかエレン、なんかあっちすぎなんだね。やっぱあの土の感触なんかな。いいんだと思うな、きっと。エレン、この人の字。ああ、ジャグ、お前なんでそういうやつ。何やってんのよ。お、すごいね。おお、惜しい。頑張れ。頑張れ。エレン、登ってみて。エレン、さっき乗った。エレン。ねえねえ。ねえねえ。お、いいぞ。おお、すごい。母さんどいて。ああいうバランスって後ろの筋肉とかさ。うん、ロリ。何、優しい。いいね、あの緊迫感好き。いいよね。かわいい。向こうじゃねえんだけど、ここ見てよ。そっち行くなっつの。痛いって。うわ、カメラ好きだな、みんな。ワイルドだ。早くて。こら、エレン。何そういうことする。レーダータル、タル、レナー、レナー、
何したのそれ？もっとやられてこい。なにそれ？ねえ、親子でそれ何よ。匂い嗅がせることできねえんだよ、まだ。だから強いんだよ、これ。レイラケズの匂い嗅がねえだろ。あんまり。エレンの？うん。か。よく考えだろ。どうだい？匂い嗅がねえだろ。嗅がねえかな。嗅ぐ前にいつもこっちがちょっかい出してね。まあ、それはあるかもしれない。これ、ちょっとこれを。匂い、匂い嗅ぐ。リン。リンちゃん。リンリン。はい、挨拶？はい、そっちじゃなくて、耳じゃなくてよ。匂い嗅いだ？尻じゃなくて。ほら、大丈夫か、大丈夫だ。よだれだらけ。だから。いいね、よだれの親子だね。噛まれたら怒られたな。近いな。お母さんだぞ。リンちゃん一番早い。いや元気だねリンちゃん。かわいい。座れ座れ座れは座れ、うん、怒ってやれ。上に乗んなって。エレン。全然あの遊び方がな。やっぱり近くに寄せない遊びだな。リンちゃんだよ。なんだレイラ。いいの、ね、かわいそうだから体がないで。もうね、走るの大変なの。そうだよ、落とし目してるからね。でもいくつぐらいだ、9歳で。え？人間に例える。9歳はもう70近いのかな。70近いんだよね。うん、しつけんだよ。イルザじゃねえからそうだよ、走んねんだからレイラ、今ネネが遊んでくれるよ、そんなの。今はダメ。